どうも皆さんこんにちは、おさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、菊之助くんに新しいストレス解消グッズ、ね、鼻伸びすぎの、ね、予防にもなるものを買ってきたので、ちょっとねそれをね試しに使ってみたいと思います。こちらですね、パパイヤビッツマルカムさんから出てるこのちっちゃいパパイヤのスティックですね。はい、こんな感じですね。指よりも細いちっちゃい感じ。さあ食べてくれるかな。食べるというか食べるというか遊んでくれるかな。固まったほら固まっちゃったね。興味ない？お、今一瞬かじったよ。かじったよね。どうした？かいかい。はい、そんなこんなでですね、2時間ほど棚の下に隠れてね出てきませんでした。いやー疲れた。はい、まずね遊び足りないと思うんですけど、パプリカをね調べたところ、少しであれば、ね、食べさせてもいいみたいな感じだったんで、いい音させて食べてますね。で、このケージにもね、もっと閉鎖的な場所というかね、隠れ家みたいな、ここはねちょっと丸見えだから、普段の、ね、ストレスが溜まってたのかもしれないですね。ペットショップとかのモルちゃんもね、もっと隠れ家みたいなとこがあって、ね、見れない時間が多いショップもねあるんですけど、本来だったらその方がねモルちゃんのためにストレスにならない、なりづらい環境なのかもしれないですね。まあね、もっと人間っていうかね、僕に慣れてくれたらそんなねストレスは感じないと思うんですけど、うん。はい、ということで、今日はですね、パパイヤの、パパイヤビッツですかね、小さいマルカンさんのパパイヤスティック、それはちょっと残念ながら食べずにね、脱走じゃないな、棚の下に隠れて、すごい長時間出てこなかったんですけど、ね、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけどね、怪我とかそんなことも特になく、まあ、じっとしてるからね怪我はないと思うんですけど、特に様子も変わらずパパイヤ、パプリカを美味しそうに食べてくれてます。はい、ということでですね、また今後もですね、この菊之助くんの動画どんどん出していきたいと思いますので、いいなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。